在放送中の NHK 連続テレビ小説「マッサンのヒロイン」エリー。朝の連続ドラマの長い歴史の中で初めて海外からヒロインに抜擢されたのがこのシャーロットさんなんです。私そんなイケイケな気持ちで日本に来てない。お酒の持ち方この子ほんのにええお芝居するんです。でもね、実は彼女日本語が全く話せないままアメリカからやってきたんです。そんな彼女を待ち受けていたのは恐ろしく膨大な量のセリフと過酷なスケジュール。僕だったら絶対途中で国に帰ってると思います。日本で一番過酷と言われる朝の連続ドラマのヒロインを日本語が話せないシャーロットさんはどのように乗り切っているのか。実は彼女の台本に大きな秘密が隠されていました。クレイジーイングリッシュと呼んでるんですけども、果たしてそのクレイジーイングリッシュとは。言葉の壁や不慣れな日本での生活、そしてヒロインというプレッシャーと戦う毎日、そこには想像を絶する彼女の努力がありました。びっくりしました。あいつモンスターですよ。ほんまに。そんなシャーロットさんの秘密の舞台裏をキャサリン役で出演中の私浜田麻里がたっぷりお伝えします。ヒロインエリー役に選ばれたシャーロットが会見に臨みました。I think that we are the same, in the fact that both of us moved across the world for something or someone that we love. Ellie moved for Masan, for her dream to be with him, and I moved for my dream to act and to be a storyteller.会見からおよそ3ヶ月経った5月27日、いよいよ大阪のスタジオで撮影がスタート。およそ10ヶ月間にも及ぶ長丁場の始まりです。みんなピースフルな現場を作って、僕たちのことを支えていただき、そしていい作品ができるようにお祈りいたします。Smiling faces every day who believe in me, and especially Tetsuji. 本当に皆さんが信じてくれているその笑顔が本当に私を支えてくれています。So I won't let you down. だから皆さんをがっかりさせないように努力します。乾杯。撮影が始まる前、一人静かに心を落ち着かせるシャーロット。彼女にとって日本語での演技、撮影現場の雰囲気など全てが初めての経験なのです。しかもスタジオ撮影初日のこの日にいきなり重要なシーンが待っていました。現れたのはこの方。カナエ役の泉ピン子さん。マッサンのお母さん役泉ピン子さんの登場です。So nervous. I'm so scared. Every day, all the time. 押し寄せる緊張と怖さを抑えて、これから始まる撮影に備えます。大丈夫、シャーロット。リラックスやで。はい、じゃあ行きます。まずはリハーサル。スコットランドから帰国したマッサンがお母さんに初めてエリーを紹介するというシーンです。お母さんエリです。何をすんじゃ。ごめんなさい。保護さて。外国人の嫁は認めまへん。はい、ありがとうございます。怖い。はい、めっちゃ怖かったです。スタジオ撮影初日は無事終了。セリフも間違えることなくほぼ完璧でした。
the way of shooting. It's just faster. やっぱりスピードがすごく速い。Really fast. あの彼女はその日本語のセリフであったりとかもすごくちゃんと覚えてきて、本読みの段階からほとんど多分覚えてきてたんじゃないのかな。だから、うん、あのむしろ僕の方が危ないっていう風な印象を受けました。おはようございます。おはようございます。シャルドさんはなぜこの朝ドラのヒロインのオーディションを受けようと思ったんですか？ I think in the end it was because it was a great adventure. And I'd never done anything like it before. And I don't think I'll ever do anything like this again. And I'm glad I did. Because it is definitely an adventure. シャーロットはアメリカ・ニューメキシコ州生まれ。大学時代は演劇を専攻し、その後舞台やミュージカル、映画出演など女優として数多くのキャリアを積んできました。そして昨年ヒロイン役を決めるオーディションに応募、国内海外合わせて500人以上の中からエリー役を射止めたのです。正直日本語も喋れないし、日本にも来たことがなかった人だったので、あのオーディションのもちろん最終選考には残ってはいたんですけど、決して上位ではなかったんです。僕らとしてはもうそれはなかなかない選択肢だとは思ったんですね、彼女の演技を見るまでは。これは最終オーディションで初来日した時の映像。何か美味しいものを食べましたか？Have you ever eaten the delicious Japanese cuisine? Yes. Oh. はい、はい。I had sushi last night. あ、お寿司。お寿司をいただきました。日本語が全く話せない彼女がヒロインに大抜擢された理由。それは豊かな表情とユーモアセンス、そして何より卓越した演技力にあったんです。おお。はじめちょろちょろ。中パパ。赤子泣いても豚取るな。はじめちょろちょろ。頑張って、頑張って、マサ。やっぱり群を抜いてあの輝くものがありましたね。はい。もちろん才能だけではヒロインは務まりません。不慣れな日本語のセリフを覚えるための地道な努力がありました。彼女が見ているのは自分で書き込んだセリフノート。これをいつも持ち歩き、本番前に見直して現場に臨んでいるんです。 week by week, like this was... 一週ごとに。うわ、すごい。 This was last week. And I, my favorite part is when I get to go. 終わったらいい。パツをつけていくぞ。 And then, when I memorize, I have to memorize it.Three times. It takes 3 days. I have to keep going back and back and back. So three times. で何回か戻って、頭にまだ入ってない、完全に入ってないところは戻っていって、ああいうチェックマークを入れているそうです。I want my scene partner. 一緒の共演者たち、一緒のシーンに出る人たちに、to feel like, safe with me, like we can act and they're not worried.お芝居ができるように目がかからないようにっていう準備をしてるだけです。彼女の頭の中には言葉のハンディを感じさせないくらいいつもきっちりセリフが入っています。だからこの子本番で NG をほとんど出さないんですよ。